そうだ、思い出した。あの日記の、私が岩の隙間に落ちた時、あの時の私は怖くて声も出せなくて、ボロボロ泣くことしかできなくて。でもそしたらあの男の子が。そうだ、あの子はいつだって私が。8月15日、今日はうっかり岩の隙間に落ちてしまった。暗くて狭くて泣いてたら、彼が助けに来てくれた。彼は私が泣いてるといつも来てくれる。お化けが泣いてんじゃねえよ。